バニューフレイ公園、バニューサッカー場は、神奈川県平塚市のバニューフレイ公園内にある、球技場。主として、サッカーが行われる。施設は、平塚市が所有し、日産クリエイティブサービス湘南ベルマーレスポーツクラブ、共同事業体が、指定管理者として、運営管理を行っている。日本プロサッカーリーグに加盟する湘南ベルマーレが、練習場として使用している。 相模川相模川の堤防の西側に照明設備のある人工芝グラウンドが一面あり、定外地である東側には天然芝グラウンドが二面とサブグラウンドがある。2006年10月、ベルマーレが大宮グラウンドから移転し、練習場として使用している。また、人工芝グラウンドには2005年まで天然芝のピッチが付設されていて、二千二 f i f a ワールドカップでは、 公認キャンプ候補地に選定されていた。スタンドはバックスタンドのみで、包みのベンチという愛称が付けられているが、スタンドとピッチの間のコンコース部分が公園の通路と共用されているため、ピッチからスタンドまでの距離が非常に大きく、また金網や植え込みの木が視界の妨げになり、スタンドに上下にブロックあるうち、下のブロックの席からは全くと言って良いほどピッチが見えず、 上のブロックからも、決して見やすいとは言えない。ありがとうございます。